みなさんこんばんは。今回は問題を分析するの方法を説明したいんです。このビデオを続ける前に私の YouTube チャンネルを登録するの忘れないでくださいね。OK、始めましょう。問題を終わるごとに問題を分析するの方法がとても大切なんです。このビデオに問題を分析するの方法を教えたいんです。この方法がとても簡単に使います。1. 問題をわかる。問題をわかるために問題を勉強しなければなりません。ケニンケカも勉強しなければなりません。2. 問題のディアグラムを書く。このディアグラムの中に問題を書いて、そばに解決の可能性も書いてください。例えばこれ。3. いろいろな解決の可能性をテストする。いい解決の可能性を見つけるためにいろいろな解決の可能性をテストしてください。4. いい解決の可能性を選ぶ。いろいろな解決の可能性をテストしてからいい解決の可能性を選んでください。5. 意見を作る。いい解決の可能性から意見を作ってください。6. 意見を使う。問題を終わることにこの意見を使わなければなりません。OK、あれは問題を分析するの方法です。次のビデオを待ってください。私の YouTube チャンネルを登録するの忘れないでください。ありがとうございました。じゃあまた。